傷つき苦しんだ人間ほど強く優しくなれる、それが夕張だ。めちゃめちゃすごい話を聞いたんですけど、お夕張から出てきたの、多分建設の時に市長さんに突撃しに行きたいなと。いや、これじゃないな。ゴーストタウン生活最終日、明け方、岩田はあれから夜通しで作業していた。もう何が正しくて誰が悪いとかそういうことじゃなくて、もう純粋に自分の中で辻褄が合わないまま生活が終わるのが許せないというか。それは財政破綻時、国が夕張を見せしめにした夕張自己責任論とマスコミの偏向報道の関係性。寺澤さんはマスコミや視聴率稼ぎのために悪者を作ったって言ってましたけど、本当にそれだけなのか、どうしても疑ってしまうんですよ。岩田はこの1週間で様々な方にインタビューをした。当時ね、結構こう悔しさがあってさ、ね、で報道を見てもなかなかあれだし、インタビューで、まあ、自分の思うことを言うね。で、思うことを言っていることは流れない。で、いろんな人にいっぱいして、いや悪いって言ってるとこだけを切り取ってやっぱ放送するから、まあ、途中からはもうやっぱりインタビューにはもう答えないんですよ。全国一位高い公共料金にして、サービスは最低のサービスをする。あ、それは国から言われたことなんですか。そう、市税関係がガンと上がったじゃないですか、ね、水道料金は日本一、軽自動車税も全国一位なのかな今。脅されてるのさ、今辞めれば退職金なんぼか出してやると、5年後に辞めたらゼロだ。それ聞いたらさ、その当時夕張市役所の職員300人以上いたんですよ。今100ですから、財政破綻してからほとんど出ていきました。まあ、あまり大きい声では言えないけど、マスコミの力は強いので、マスコミがそこに誘導しようっていう力はちょっとすごく嫌だ一番嫌なところだ。そうするとだんだん事実がちょっとずつ違って、もう悪者一つ作ってさ、そういうのというのは日本人好きだから。こんなに変わってしまうんだと、地域も会社も産業も、ね、借金返す前にも夕張の町自体がなくなっちゃうよと、あからさまに悪いって言ってほしいインタビューの仕方をするんだよね。まあ国の思惑通りになった、混同された町じゃないですかね。もうすでに起きた未来だ。当時の総務省の今の総理大臣です、菅だから。疲れも眠さもピークに達する岩田、夕張報道に関してマスコミと国の癒着は本当になかったのか、そう諦めかけた時、ん？ちょっと待ってよ、最近問題になったやつだよな、これ。総務省接待問題。岩田は夕張と全く関係ないある事件に着目した。菅総理の長男が勤める会社による総務省幹部の接待問題。総務省は相次ぐ接待問題で、放送や通信事業を担当する課長級以上の144人を調査すると発表しました。総務省が接待問題で新たに32人を処分しました。全てつながったかもしれない。すごいことに気づいてしまったかもしれない。これなら地方紙が客観的な報道してたことも納得いくもんな。そして全ての出来事がつながった。
キーワードは日本特有の悪しき文化、忖度と既得権です。そこで重要となってくるのが総務省接待問題。総務省接待問題っていうのはメディアが総務省の幹部を大量に接待したっていう問題なんだけど、じゃあなぜ接待する必要があったのかというと、日本には放送法という日本独特の法律があって、テレビ局っていうのは総務省の許可を受けた場合にしか、テレビ放送事業ができない。つまりテレビ局と総務省は利害関係にあって、その上で絶対的な上下関係があるんだよ。つまりマスコミが自社の利益を守るためにも最も頭の上がらない存在が総務省であり、財政破綻時に夕張市が相対した存在も同じ総務省なんですよ。地方自治体の管理、これの管轄は総務省だし、マスコミの放送法を握ってる管轄も総務省なんですよ。だからここに直接的な指示があったかないかは分からないけども、忖度が働くのは当たり前だと思うんですよ。そしてもう一つ日本の異常なメディア構造が、テレビ局と新聞社の資本関係。日本テレビは読売新聞、テレビ朝日は朝日新聞、フジテレビは産経新聞といったように、民放キー局は全国紙との提携関係とか資本関係にあるため、テレビで放送する内容と全国紙が放送する内容ってほとんど同じ主張になる場合が多いんだよ。つまりテレビが総務省に頭が上がらずに偏向報道したんだったら、全国紙も偏向報道せざるを得ない。こういう仕組みで総務省が作ったシナリオにテレビ局が乗っかって、そして全国紙も乗っかったと。しかし地方紙や地方雑誌は利害関係がないため、公平な報道をするし、むしろ全国紙の報道や、総務省の対応を疑問視する声が上がっていた。まあ、悲しいことにこの声っていうのは届かないんだけどね、全国には。これが巨大な権力を潰されてゴーストタウンとなった夕張、引いては翻弄された町の真実だと僕は思います。全てのつながりを導き出した岩田、気がつけば時刻は昼の12時を回っていた。岩田は夕張新炭鉱慰霊碑を訪れていた。93人の犠牲者を出し石炭産業に追われを告げたこの地で、岩田は何を思うのか。うわ、すっごい冷たい。なんか一気に。で、ほんと地下1000メートルでガス爆発が起きて、そこで火事になっていって、上の方の人は逃げたんだけど、下の方の人はもう脱出できずに、最終的には水が投入されて、そこで中の人はもう水に埋もれたっていう感じなんですけど。その後、亡くなった方がいつまでも息ができるようにと、入り口は閉鎖されず、そのまま残されている。多分当時、亡くなられた殉職者の方が書かれています。ここの中の一部の、方が、保険金殺人の、日高さんの会社で働いていた従業員の方もいらっしゃいます。この炭鉱事故で多額の保険金を手にした日高夫妻は、これをきっかけに保険金殺人を思いつき実行に至った。男が名乗りを上げました。事故ではありません。保険金目当ての殺人事件です。犯人が逮捕されたようです。火災事故の放火を指示したとされる日高容疑者夫妻が逮捕されました。今のも普通の人だったけど、だけどヤクザもんはヤクザもんだったから。
こんにちは。あ、すいません、かき氷って今やってますかね。はい、かき氷って今食べれますか。かき氷ですか。はい、はい、ちょっと待ってね。はい、もともと何のお店だったんですか。この1個前というか炭鉱とかの当時は。いや、ちょっとね、わかんない。そうなんです。あの、お湯張りから出てきたから。あ、そうなんですね。いろいろお話しさせてもらったりして。ああ、そうかい。はい、お湯張り案内してもらったんですよ。ああ、そうかい、うんうん、お湯がダムに沈されちゃう。これの方針さ、まあ、町をなくしてダム作って、でそのダム、大学生勉強してこいよ。町をなくしてダムを作ったんじゃないっておばちゃんこの前言ったじゃん。あの、住んでた人たちが出されて沈んだんじゃないから。ダムの底に沈んだ町、かわいそうな町じゃないんだよっていうことさ。あ、すみません、先ほどお電話して資料をお返ししました、ね。はいはい、おー、びっくりした。大丈夫だ。大丈夫。はい、財政破綻の真実に迫れたのはやはり寺澤さんの協力が大きかった。当時、その財政破綻した当時っていうのは夕張だけじゃなかったのさ。どこの全国どこの市町村も厳しくて、国からすればさ、あ、これは要するに見せしめさ、お前たちもちょいこいてやってたら夕張みたくなるぞ。それで全国の市長さんそれを見て急に頑張り出して、うん、当時ね、結構こう悔しさがあってさ、うん、ね、で報道を見てもなかなかあれだし、こういう資料を少し残してとかとは、うん、そういう思いだったかな。僕も最初は、うん、あの、財政破綻の理由がそういう債権問題だと思ってたんで、全然1週間来ていろいろ本当のこと教えてよかったです。はい、ありがとうございます。はい、また頑張ってください。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、行こう。まあ、なんかちょっと切ないですね。こういろんな方と出会ってはお別れして。はい、変わって見えますね。1回目に来た時と違って。再びゴーストタウンを練り歩く岩田、最後に一つだけやり残したことがあるという。一度なんか、あの、市長さんに突撃しに行きたいなと。財政破綻から20年後、借金を返し終えた後、冷凍されていたこの町はどうなっていくのか、市長に直接話を聞くため岩田はアポなしで市役所へ突撃した。行ってきます。今日もいないんですよ。あ、そうなんですね。うん、そうなんです。今日いないから。いませんでした、市長。はい、まあ、もう今日いないらしいです。え、あの、ダメ云々じゃなくて帰っちゃってた。あっけなく市長チャレンジに失敗してしまった岩田だったが、この町で1週間生活して何を感じたのだろうか。
週間お世話になりました。